花を手話で歌ってみましょう。それでは一つずつ説明をします。まず春ですが、暖かい風が来ます。春のうららは明るいという手話をのんびりとした感じでやってみてください。うららの隅田川は指文字で出します。これす、親指、人差し指、中指です。で、みだは親指を立てて横に引っ張ります。すみだ、川は三をシューッと三本川ですね。川、上り下りはこうしましょう。上り下りの船人は船を作って、人はこうやって人々という手話です。で、歌に合わせるために船人まで船を作っておいて、がーとやると、歌とうまく合います。で、貝は船を漕ぐオールです。貝の雫は雫型作ってピュッ跳ねましょう。しずくも、貝のしずくがこうピュッピュッピュッとこう飛ぶ様子が、あの桜の花が散る様子に似ているな、ね、ということで、花は桜です、この場合。で、桜の花は花びらが5枚ですから、5を出して手のひらを合わせてこうギューッとねじります。これが桜という手話です。花と、これ似てるよ、散る、桜の花が散る様子に似ているよ。眺めは眺めます。眺めを、何には何、何に、例うべきはこう比べるのが難しいという手話をしましょう。例うべき、最初からゆっくりやってみます。春のうららの隅田川、上り下りの下り。